人家は日本各地に伝わる鬼火の一種。他のアぜ道ミチなどに出没し、地上から高さ1メートルほどの空中を漂い、人が近づくと消えてしまう。四国の徳島県では一度に数十個ものちょ火がまるで電球を並べたかのように現れた様子が目撃されている。化け物がちょを灯していると言われていたことが名の由来で狐の仕業とも言われている。 徳島県三好郡などでは、この提灯火のことを狸火と言い、その名の通り狸が火を灯しているものとされる。漢方時代の雑書、諸国里人団によれば、摂津国川辺郡東田村の現れた狸火は、火でありながら、牛を引いた人の形をしており、その姿は、人間と全く変わりなく、事情を知らない者が、正体に気づかずに狸火と世間話を交わしていたと言う。 大和国区付郡松塚村では、こうした海火を、小衛門火という。主に雨の晩、川包みにちょほどの大きさの海火が、地上から三尺の高さの空中に浮かび、墓場から墓場へと四キロメートルも飛び回るという。極低馬金羅による、紀談集ウサギ園小説によれば、小衛門という人物がこの正体を見極めようと、出没地という松塚村へ赴いたところ、目の前から、 火の玉がやってきて、頭上を飛び越えた。小右衛門が杖で殴ると、火は数百個にも分裂して、彼を取り囲んだ。小右衛門は驚いて逃げ帰ったが、その夜から熱病にかかり、やがて手当の甲斐もなく、命を落としてしまった。以来、この開花は人々により、小右衛門を病死させたものと噂され、小右衛門家の名で呼ばれるようになったという。また、別説では、 小右衛門が杖で開花を殴ったり開花が分裂したのではなく小右衛門のもとへ飛んできた開花は流星のような音とともに彼の頭上を飛び越えて飛び去ったのみとも言う。江戸時代の怪談小説おとぎやつけ粧には大御国沼田の小衛門家の記述がある。それによれば小右衛門というどによくな章屋が悪事が明るみに出て死罪となり彼の恨みが開花となって現れるようになったという。 ある時これにあった旅役者の一座が試しに階段芝居に使うヒュードロドロの笛を吹いたところ、声門川役者たちの方へ向かってきて、火の中に人間の青い顔が浮かび上がったため、彼らは震え上がってすぐさま逃げ帰ったという、ありがとうございます。